今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんだ。リオでございます。はい、ということで。はい。心臓を捧げる進撃の巨人コラボ来ました。なんかと思った。は心臓を捧げる、あ、そうやってやんの。あ、お前見たことないんだ。巨人走りとかいつも走ってるやん。はこうやって、いや、やってないし。巨人じゃないし、こうやって走ってる。巨人じゃないし。はい、ということでね、はい、急遽発表されたので慌てて資料をまとめました。ということでね、はい、発表お願いします。はい、全力バチリ。はい、ということで、まず1体目、エレン・イエーガー。エレン・イエーガーや。エレン・イエーガー。主人公キャラや。はい、あ、そうなんや。うん、1、将来性のあるアビリティ、うん、アンチワープのアンチウィンドウで、同じ、まあ、なんだ、アビリティ、うん、のキャラクターで言うと、降臨がシュリンガーラと職員。うん、で、ガチャゲンだとカマエル。限定キャラだね。とかやな。はい。うん、アンチワープとアンチ減速壁が、降臨がこれなんだ、セリザワ、はい、とゼアミロシーダ、はい、神獣、はい、初めて聞いた。あの神獣の聖域におるキャラクターやね。へー。アンチウィンドウ、はい、アンチ減速壁、はい、超究極のイシスの適性なのかな。そうやな、超究極のイシスがあのウィンドウの減速壁が出てくるから、あ、うん、ドンピシャやね。なるほどね。はい、ガチャゲンのキャラクターでゼホンとアザトースと一緒ってこと。はい、特に超究極イシスでは底力も生じしているため、かなりの活躍が期待できるのではないか。はい、2、新友情八方向炸裂弾。わかった、これはもう俺が説明するわ。うん。ちょっと例題であげると、まあ新友情やから出しようがないのね。うん、攻撃力も全然わからないし、そうだね。はい、ということでクロス炸裂弾で、バランス型で82000。うん、まあクロス炸裂弾やから、こうやねん、これや、そうや。だから4本やね。着弾してから4本に炸裂する。プシューってつく、プシュープシュープシューってなる。分からんけど、うん、もうええかな。一生懸命8本にしようとしょったんや。無理やからってないかな。はい、ということで友情攻撃力にもよるんやけど、うん、8本やから、まあ、単純計算に攻撃力がもし一緒やった場合、クロス炸裂弾の2倍になるってことよ。そういうことだね、本数的に言うとね。うん、だから、クロス炸裂弾より攻撃力が低かったとしても、うん、例えば 1,2 万低いとかやったら6万ぐらいやったら、まあ多分8方向の方が火力高いんじゃないかなって思います。はい、炸裂弾の友情コンボの特徴、うん、まあ、ピンとこない人もおると思うからね。うんうん、複数体火力はないんやけど、単体火力は強い。あ、うん、特に弱点にヒットした時、うん、えぐいね。うん、非常に高い火力が出ます。うん、まあ、あの基準としてもやね、うん、カエサル、あ、まあ、あれがねクロス炸裂弾やから、うん、まあ、あれ基準に考えてもらえばいいかなって思います。あのルシファーのカエサルもそうなんやけど、 あれ砲撃型やから、こいつバランス型で、あ、そっか、うん、ちょっと火力はね変わってくると思うので。はい、3、強力な SS、はい、貫通変化して仲間に当てやすいゴール SS、はい、巨人化から通常時に戻る際に HP を回復、はい、底力もアビで持つため発動時の SS 火力はやばい、はい、やばそうだね。これも反則やで、はあ、だから底力発動します、ダダダダって削る、うん、まあ、何ターンで通常時に戻るか分からんけど、その時に体力も回復してんねん。反則やろね。使えるクエストということで、高難易度だと超究極イシス、うん、近畿の極の8極かな、うん、はい、激究極ではジョヤベルンとアーチェラー、うん、その他おすすめだとクシナダとかアバロンあたり、うん、まあ正直いけるクエストは結構少ないね。あ、そうなの。まあなんつうそこで光るかって言ったら別、あ、連れてけるクエストはそこそこあるんやけど、うんうん、光るかどうかって言ったらちょっとなんつうの大事大事せなあかんかもしれない。だからこいつでゴリゴリ削るっていう感じじゃなくて、こいつをなんつうのサポートっていうか周りで潰してみたいな、こいつを連れていくっていう状態。なるほどね。だからこいつが強いよっていう我そっか、うん、若干ちょっと言いにくい。は、うん、はい、やけど、まあ、今後やなこれはな、うん、ワクワクの実、はい、同族過激など過激盛り、うん、
副友情が攻撃力アップとメイン友情が単体火力の友情なので、個人的には遊撃はつけない方がいいのではないか。はい、もう俺やったらつけへんかなって。まとめ、艦隊性能はない、初心者向きではないキャラクター、底力発動時の SS で形勢を一気に逆転できる、現在のクエストより今後のクエストで活躍を期待、まあ、そういうキャラクターやな、だからちょっと進撃巨人から、コラボから始めます、エレン・リセマラで撮りました、よしこっから頑張ろうって言うとちょっとしんどいかもしれないなるほどね、やけど強い、やっぱ強いよ SS は、ほんま絶対強い、だけど現状態で光るクエストっていうのがちょっと少ない、だから超究極イシスって初心者言ってる、行かれへんや絶対、行かへんやちゅうか私も行かへんや行かへん全力でする、だからちょっと上級者向けのキャラクターになってちょっと思う、そうね、はい、次行きましょうか、はい、ミカサ・アッカーマン、ミカサ・アッカーマン、はい、女の人なのかな、そうなんよ、可愛いよね、むちゃくちゃ強いよこの子、あ、そうなの、1アビリティ、アンチダメージウォールのブロックで反射で、同じ、まあ、アビリティのキャラクターだとエヴァのマリ&8号機、ガチャゲンだとバルキリーの獣神化カイ、デネブの獣神化、これが魔王キラ持ち、まあバルキリーコネクタスキルでアンチワープとか持ってるけど、連撃 M、これが、シャーロック・ホームズ、連撃キラーを持っているので多属性でも活躍する可能性が高い、だから間とかにハマった時とかは、火力やばいよね、そうやね、そこに弱点とかあったらもうパッカーや本当に。2高火力の友情コンボ、クロスティンガー、はい、スピード型が12250、これが小野の小町の神か、ヤタガラスの重心か、アユタヤの重心か、単体火力も高くてヒット数も稼ぐためサソリ処理にもいい、友情コンボの中では上位、弱点とか入った時にめっちゃ火力出るし、雑魚処理にも適してるし、そうだね、長距次元弾、これがスピード型なので、6808、他のキャラクターだとキリとベルクーリー、炭治郎、弱った敵から攻撃してくれて、弱点ヒットで高火力なのでボスにもダメージを稼ぎやすい、3ボスに対して高火力が出せる SS、弱点を全て出現させるため高火力も出せる上サポートとしても使用可能で、最初に触れた敵に立体移動攻撃まで、最初に触れた敵に立体移動攻撃まである、使えるクエスト、高難易度だとアルマゲドン、アラミタマ、激究極だとホールズブラック、千獣、ギャラクシーサーペント、その他おすすめはビジャモンテンとクイーンバタフライです。これめちゃくちゃいけんねんけど、とここかなって、ワクワクの実、遊撃と同族過激、まあ遊撃優先かなってちょっと思うな、こいつに関しては、バランス型やけど、強いなっていう、まとめ、友情コンボの火力も高く艦隊性能が高い、SS もかなりの高火力が期待できる、連撃キラー&高火力友情でアビリティ対応や属性もある程度無視できるため進撃コラボからスタートする人にはおすすめ、ラストリヴァイ兵士長、1アビリティ超アンチ重力バリア、アンチブロック弱点キラーゲージ、他のキャラだとジョーカー、メア、ハロウィンのキャラクター、そうですね、とキルは、貫通の弱点キラーっていうのは、結構ね火力出るんですよ、アンチテイテもそうだし、他のやつ言ったらあの銀玉のズラじゃないカツラだ、あいつの弱点キラーだから、あーそっか、そうだから、アンチテイテはパワー型やし余計き、あの火力出るんやけど、まあカツラって言われてもコラボから期間経ってるからちょっと分かりづらいかなと思って、それでねちょっとアンチテイテを引き合いに出したけど、前からやってる人で一番分かりやすいのはカツラやと思います、2爆発効果を持つボムスローなどの友情、ボムスローがバランス型で82000、これはシュリンガーラ、アーサー&ソロモン、
触れた味方キャラを追撃する、高火力で着弾時に爆発効果も持つ、はい、超強斬撃、はい、これバランス型で3403、はい、近くにいる敵にランダムで攻撃、近い敵しか当たらない近い敵にしか当たらないため若干使いづらい、はい、ミカサの超強次元斬が6808なので、まあ、その下と思ってもらっても問題ない。うん、まあ、ミカサの超強次元斬の方が後から出た友情やね、はあ、うん、であの超強次元斬の方は HP の低い敵に対して攻撃するね、はあ、どんだけ速いことか関係ないけど、はあ、このリヴァイの友情の超強斬撃っていうのは近くにおる敵にしか行かへんから、離れてる敵、例えばそのリヴァイの近くにおらんければ敵にダメージって入らへんね、うん、あ、そういうことね、何もおらんとかよしって言っただけはい。3、遅延効果なる SS、はい、停止後に最初に触れた敵に立体移動装置で攻撃&遅延効果。SS の倍率にもよるが、遅延 SS は火力が出にくいのに対して弱点キラーをゲージで持つため、弱点往復時はダメージが期待できる、はい、はい、使えるクエストです。はい、高難易度だとアンチテーゼ、イデア、これワンパンライン注意、そうやな、イデアは属性違うからな、うん、くしみ玉、はい、激究極だと、あ、これ何やったっけな、玉物前、はい、いや漢字テストじゃないのその他のおすすめ、つくよみゼロ、エデン、大黒天、カエ、はい、はい、となっております。ワクワクの実、はい、同族過激などの過激盛り、はい、はい、まとめです。友情火力より直殴りで火力を出すキャラクター、はい、高難易度のいけるクエストが多い、はい、弱点キラー &SS の遅延で難易度の高いクエストも楽になる、はい、っていうかね、今まで遅延 SS って火力の出やん、うん、そのイメージあるやん、強い、うん、やけどこれで火力出たらこれ革命やで、すごいやばくない、うん、うん、いいのっていうか、いや遅延する必要ないやんってもちろんこれやったらあ、そうやなんで遅延初めからいらへんやんって思っちゃうけど、うん、うん、でもピンチな時とか、うん、うん、ただ注意点としてはやっぱ最初に当てやなあかんから、あー、そっか、そこだけちょっと注意かなって思う、雑魚いっちゃうとちょっとね、そうそうよい子やっちゃうけどねビットンとかそうあーおまけ、はい、キルアとの比較ですね、はい、はい、キルアは全属性キラーのため弱点関係なく火力が出せる、はい、弱点のない雑魚にもキラーが入る、はい、他の属性でも活躍ができる、はい、SS は自強化と反撃モード、はい、新速状態時確率で敵が麻痺します、はい、あ、これがね、いい方向に働く時もあるし、うん、あかん方向に働く時もあるね、麻痺が、はい、うん、だクロスドクロ持ってるやつ麻痺って、あ、積んだーってなる時もあるから、うん、これがたまに悪さすんだよな、うん、はい、一方リヴァイ、はい、弱点キラーのため弱点のある貫通クエストではかなり活躍できる、はい、他の属性でも活躍ができる、はい、SS は最初に触れた敵に立体移動装置で攻撃&遅延のためボスに最初に触れる必要がある、はい、弱点キラーを持つため火力の出ない遅延 SS でも弱点往復の条件で火力が出る可能性が高い、はい、はい、というわけで3体かなガチャキャラ考察していったんですが、はい、使えるクエストだけでいったらミカサやリヴァイの方がいろいろなところで使える、でもモンストの楽しみ方は人それぞれで好きなキャラをゲットして存分に楽しみましょう、はい、ということです、はい、っていうのもさ、やっぱ主人公キャラってみんな欲しがるやん、まあね、うん、好きな人は欲しいわな、そうやな、うん、まあちょっと進撃に関してはちょっとかなりばらけるかなっていう感じはするんやけど、その中でも、うん、結構リヴァイ好きっていう人多いから、なんかそう、この人だけは名前聞いたことあるの、うん、あれちびっこのヒーローやからな、そうなの、うん、背低いから、あ、なや、俺を見るその目やめろなや、その哀れみの目やめろあの進撃の巨人のね、ファンの人でこれ狙いとかね、うん、いう方もおると思うから、うん、あの ぜひよかったらあのコメント欄に書き込んでください、はい、ということでね、この動画、参考になったという方よかったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。
ということで今回はこれにて終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい夢見ろよ。ありがとうございました。ありがとうございます。まだやらなあかんこといっぱいあんねん。もうね、今回ちょっと早ない？0時から開始って早ない？ごめん、これちょっと出てる時間遅いと思うけど、もう許して、限界